皆さん試合会場なんか行った時には今平選手のバッグを担いでますので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。さあちょっといろいろキャディさんの担いできた選手だったりとかいろいろ今聞いてきましたが、次はですね、そうキャディさんってどういうことやるのとかですね、プロキャディって僕でもなれるの、私でもなれるのってご質問結構あると思うんですね。なのでそのキャディさんの仕事内容についていろいろ聞いていきたいと思います。こう鳴らしながらハイタッチしてる映像がそう、あ、うん、カメラに抜かれて、ああ要はすげえ振りかぶって俺の手にこうやってんのに、ああクラブの中で一番何が重いって思ってるの、うん、風呂入る肩見たら青パンよ。緊張してるキャディとしてないキャディの見方を教えてあげる。マイナスマイナスプラスなこと絶対あるわけよ。